朝鮮おちおち。中国の元外交官で六カ国協議の共同声明の草案作りにも関わった。容氏は北朝鮮が再び核実験を行うと予測しています。実験を中断すると、過去の技術的な成果が無駄になることや。 安全保障上核でアメリカと韓国の攻撃を牽制する必要があることを根拠に挙げていますその上で中国は核実験には一貫して反対しているとして仮に実験が行われれば北朝鮮に対し輸出制限などの制裁措置を取るとの見通しを示しました